チャンスは少ないのは野球界なので、できるだけ故障はしたくないですよね。肘の感覚がもうすごく良くなったこと、それと同時に手首の可動域が上がるんですよね。で、ボールを持った感触とか、指先の感覚もすごく良くなったの。現役の終盤からスライダーって変化球の曲がり幅が小さくなったり、スピン力が落ちたりとかあったんですけど、手術をしてもそれは改善されなかったんですけど、フォアもソロもやった後はスライダーが戻ってきました。まずストレッチに興味関心を持ってくれるので、めちゃくちゃいいです。長く野球を楽しみたいって草野球されている方たちにも、ぜひおすすめです。まあ、上を目指す選手もぜひ自分で持っておいてほしいなと。